はいどうも、ショリティビです。お願いします。というわけでね、今週、やってます、トークウィークということで、1週間、トーク動画を出していきたいと思います。そして、ショリティビライブ配信アプリココチャを、今後始めさせていただくことになってます。ぜひともね、リンクにありますんでね、フォローして、登録もしてアプリも取って、ぜひとも応援をしに来てください。今回話しているようなお話とか、それ以外でもなんか質問があったりしたら、こういろいろなんか答えれると思うので、本当にたくさんコメント、そして応援の方よろしくお願いします。ぜひとも応援してください。そしてね、応援をしてくれた人にはベルーナドームで野球やろうぜっていうことで、目標としてベルーナドームで野球できるようにたくさん頑張っていきたいと思いますので、応援お願いします。本日のお題はですね、 YouTuber になるにはということで、やっていきたいと思います。はい、まあざっくり言うと、まあ野球の YouTuber じゃなくても、 YouTuber って どこまで来たら YouTuber なんだっていうところなんですよ。うん、YouTube 出し始めたらもう YouTuber なのか、ある程度登録者が何人以上いったら YouTuber なのか、で収益ができたら YouTuber なのか、まあ、その辺ちょっといろいろ、まあヒカキンさんとかもなんか昔言ってましたけど、まあ別に僕は何でもいい派なんで、あんまりこだわらない派なんですけど、まあ、YouTube を、まあ、とりあえず始めればもういいんじゃないかなって僕は思ってます。でその YouTube を始めるにはどうしたらいいかっていうのはもう簡単です。 Google を開いて YouTube のアカウントを作って、まあ、自分で撮った動画を出せばもう YouTuber です。はい、以上です。ダメかダメか。簡単なこと話していきます。YouTube うまく動画を作って、見やすい動画を出すにはどういう心がけをしてますかと。ツイッターとかね、インスタとかでね、たまにこう YouTuber じゃないけど自分の試合の映像とかをもう携帯でこう撮ってて、三脚を買って撮ってて、それこう流してる人いるじゃないですか。もう自分ホームラン打ちました、今回何号のホームラン打ちましたとかさ、ね、あるでしょ。ああいう人たちももっと見やすくて、どうせ届けたいんならさ、どうせああいう風にやりたいんだったら、ちょっとこうカメラアングルとか気にして撮った方がもっと見やすいし、もっとなんかいい映像になりますよっていうアドバイスをすごいしたくて、おせっかい人間なんで、はい、なのでまあお話をしていきたいんですけど、まず YouTuber になるには、まあ、ちゃんとしたカメラが必要です。このカメラが携帯でもいいです、全然。はい、携帯でも OK で、今これ使ってる 4K のカメラでも普通にハンディカメでも OK です。でもハンディカメだとちょっと画質が遠くなると画質が悪くなります。 4K とか画素数が高めのやつにした方がいいと思います。おすすめです。もしくはこう携帯だったらもう十分ですね、全然 OK です。で携帯撮るんですけど、まず声をちゃんと大きく話すということがすごく大事です。大きく話さないと伝わんないし、まあ、アクセントしっかりこうつける、これがすごい大事だと思います。でカメラに関しても、僕これをカメラの上にこうマイクついてるんですけど、マイクも、声をちゃんと拾ってくれるマイクと、このカメラの中に内蔵してる、マイクがあります。どうしてもそのカメラの中のマイクってちゃんとこう拾ってくれないことがあります。はい、なので、しっかりこう本当にマイクをちゃんと拾ってくれるマイクを僕はつけてます。もう全カメラにつけてます。携帯に関してはちょっとこのマイク機能ないんですけど、ぶっちゃけると撮ってる側の方が多分声よく聞こえるんですよ。撮られてる側ってあんま声聞こえなくて、なのでできればこれもマイクの機能があるんだったら、マイクの機能というかマイクの機材があるんだったら、マイクをなんかこうつけるような変な感じにした方がよく聞こえると思いますので、何セルカボンみたいなやつをこう持って、でこうカメラにこう上にこうマイクつけてやった方が僕は声はしっかり取ると思います。せっかくやるならもうちゃんとやろうよっていうところで僕はこだわって、やってます。まあ、で YouTube 撮るにはやっぱ何を撮るかなんですよね。今見てる方は自分に何か自信のあるもの、こと、何かありますか。まあ、それを、まあ、YouTube にしたらいいと思うんですよ。まあ、なければ例えば修行チャンネル的な感じでさ、これできないけどやってって、この視聴者さんにこうアドバイスをもらいながら頑張って成長していくみたいなのも全然ありだと思います。なので僕なんかは、まあ、ピッチャーとして、まあYouTube 出しましたけど、逆にピッチャーじゃない守備もたまにあるんですけど、守備なんかはもうアドバイスとかいろいろもらいながらやりますし、なんかの動画を見て実際にやってみたっていう動画も撮ってますし、まあ、いろんな、まあ、成長過程の YouTube もありだと思います。
必ずしもスペシャリストだからっていうのは別に関係ないと思うので、はい、そこは気にしなくていいと思います。あとは何を伝えたいか、自己満じゃダメ。そのツイッターとかインスタとかでこうなんかホームラン打ちましたとかそれだけだったらもう自己満なんで、そうじゃなくてここをこうしたらホームラン打てましたとか、打てなかった時と打てた時の比較で、これが悪かった、こうやると打てるようになったとか、まあそういったことをまあやるといいんじゃないでしょうか。でまあその YouTube を撮るにはなんですけど、まあ僕ら翔平 TV の場合なんですけど、事前にもう撮る内容を決めて、何分動画にするかも決めて、そこから何分動画の中に何を詰めるかってところで、まあ最初最後にこうオープニングとエンディングってあるんですけど、オープニングエンディングが含まれた状態で10分って考えたら、まあ1分1分としたらあと8分はじゃあなんか動画に使えるなってところで、まあ説明とか最初の企画説明とかいろいろそういうので、まあ1分半から2分ぐらいは説明はすると思うんですよ。でそこで使うんであとまあ6分ぐらいは余るっていう、そういうなんか細かい起承転結じゃないですけど、まあ、そういった分割で僕らは作業をしています。だいたいこうトーク動画だったらだいたい10分がどれぐらいっていうのをだいたいこう喋りながら分かってきちゃってて、まああんまトーク動画やんないですけどね、あんま多分本当このトークウィークが本当にやりすぎなんだっていう感じだと思うんですけど、まあ本当にそうやって YouTube で撮っていくんですよ。 YouTuber みんなやってるわけじゃなくて、いかに効率よく自分が編集しやすくなるかっていうところを自分自身で突き詰めた結果、もうこうやって無駄なとこ撮ったね、ぶっちゃけさ動画に10分にしたいのに30分撮ったら無駄じゃないですか。20分がだって20分他の動画撮ろうよって話なんで、僕の場合はもう起承転結をしっかりこう決めて、ほぼほぼ切らないようでいいように撮影はしてます。はい、ちゃんと計画してる YouTuber さんあんまいないんじゃないかなって思います。ちゃんとしたこう短いいい動画を作れると本当に効率も良くなるし、自分の時間も確保できるってところで、自分で、ネタを作ってネタを考えてこうしていくオチにしたいなって考えたら、そこからまあオープニングをして説明をして実践をして感想を言って最後締めっていう感じでこうやっていけばね、簡単なんですよね動画撮影って。本当にだそういうところを考えて、まあ、僕らは毎日毎日平日仕事をして、昼休み編集して、仕事を帰ってきたら、編集して、まあ、飯食って風呂も入ってで2時ぐらい寝るんですけど、2時3時かな寝るんですけど、まあ、そういうサイクルを、まあ、してますので、まあ本当にたくさんいろいろやってきたので、なので本当に動画を1000本以上今までだいたい半分ぐらいかな上げてきて、で良平と頑張って、まあ、1000本到達して、本当にその動画の効率性とかすごいこうノウハウみたいなのってもうやってこなきゃ分かんないことが多いので、まあ多分今やってない人、やり始めの人は本当そういうノウハウがないと思うので、もうどんどん聞いてもらってというか、たくさん動画を作って撮って比較してやっていくと本当に分かってくるんじゃないかなと思います。多分ね、言われてるだけじゃ本当に実感しないんで、実際に自分でやってみて実感してみた方がいいと思うので、ぜひともやってみてください。本当にやる気があれば YouTube 誰でもできますので、誰でももうチャンスは本当転がってますので、はい、ぜひともやってみてください。というわけで、動画を終わります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。そして、ライブ配信アプリ、ポコチャやってますので、ぜひともね概要欄から登録をして、アプリ取って、フォローもしてください。ぜひともお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。